平野紫仕様、新たな挑戦の舞台は中国先ェ発言との関連を追う。日本のアイドルグループ、キングプリンスの元メンバーである平野仕様が、中国での活動を検討しているとの報道が、ファンや芸能関係者の注目を集めている。彼の中国進出の可能性が浮上したきっかけとして、韓国でのロケでの発言が大きな論点となっている。 この記事では、平野市用の中国進出の背景や可能性に焦点を当て、韓国ロケでの発言との関連性を明らかにしながら、彼の今後の展望を探ります。中国進出の可能性。平野市用が中国での活動を検討しているとの情報は、女性セブンの報道によるものである。同氏は、 平野が事務所を退所する前から中国進出を計画しており、すでに中国の芸能事情やセルフプロデュース方法についてリサーチを進めていたと報じている。芸能関係者の証言も交えながら、平野が中国での人気が高まっている様子を伝えている。 彼は中国の SNS、美白で、平野仕様のハッシュタグが1.5億回を超える閲覧数を記録し、愛称として、奇跡の小さなビスケットちゃんと呼ばれていることも明かされている。韓国ロケでのシェイシェイ発言の波紋。報道によれば、平野仕様の中国進出計画が浮上したことで、ファンの中には冷静な意見とともに様々な反応が広がっている。 特に注目されたのは、韓国での冠バラエティ番組、キングプリンスル。でのシェイシェイ発言である。番組冒頭で中国語で挨拶し、韓国語、どれくらい喋られるんですかという問いに、対し、シェイシェイは、大会に北京ダック、俺、この3つで生きていますから、と答え、さらに韓国の首都がどこかと問われた際には、パク、と答える一幕があった。 これに対してネット上では、韓国を馬鹿にしている、失礼すぎるとの指摘が相次ぎ、一部では韓国の主要新聞までが取り上げる事態となった。中国での人気とシェイシェイ発言のつながり。報道によれば、中国での平野市王の人気は高まりつつあり、その中でシェイシェイ発言が注目を集めている。 彼が番組で連発した中国語表現が中国のファンにどのように受け止められているのかが重要なポイントとなる。一部ネット上では、潮君は天然ボケなだけ、悪気はないと思う、との用語の声もあるが、一方で外交的な問題として取り上げられ、韓国の一部メディアからは批判の対象となっている。報道の波紋と今後の展望。 韓国での発言が大きな波紋を広げた中、平野市要の今後の動向が注目されている。彼が中国進出を考えている可能性が報道されると同時に、韓国進出説も以前から報じられており、その行動が予測不可能な状態となっている。 過去の報道からは、韓国進出説も一部に信じられているが、一方で、一年は休みたい、との発言もある。現時点では再始動の気配が感じられない中、平野市用の今後の動向に注目が集まっている。平野市用の中国進出の可能性が浮上する中で、韓国でのシェイシェイ発言が大きな論点となっている。 彼の中国での人気が高まり、その影響が報道にも現れている一方で、韓国での発言が波紋を広げている。今後の展望については明確ではないが、彼の新たな挑戦に対する期待と懸念が入り混じり、ファンや関係者の心を揺さぶっている。今後の動向に注目が集まり、平野市用の地なる舞台がどこになるのか、 その行く末に期待が寄せられている。その行く